プレパラート、プレパラートとは、顕微鏡観察を行うにあたり観察対象、資料を、検挙可能な状態に処理したものである。通常、光学顕微鏡の観察用に調整したものをこう呼ぶ。顕微鏡が登場して間もない頃は、プレパラートは単に針の先に資料を取り付けたものや、薄い資料をガラスの上に置いたものが普通であった。その後、顕微鏡は科学の処分や、 ことに、医学、生物学において、広く用いられるようになり、多様な資料を研究するのにそれぞれ適した、プレパラート作成技術が発達した。もっとも基本的なプレパラートは、資料を、スライドグラス、はじめガラスに貼り付けあるいは乗せ、何らかのマウント液あるいは封入剤と共に、カバーグラス、副ガラスの下に封じたものである。生物資料の場合、 通常は資料を生きている時の状態を損なわないよう固定し数数十マイクロメートルの厚さの切片にしてスライドグラスに貼り付け染色の後に封入して作成する一時プレパラートは検究後保存しないもので水や干渉液でマウントする場合も多い蒸発しにくいマウント液を用いカバーグラスの円をマニキュアなどで封じることによって 数年程度保存するとが可能となるため、そのような封煙処理を施したものは、半永久プレパラートと呼ばれる。永久プレパラートは固形化する封乳剤を用いるもので、古くから天然樹脂の一種カナダバルサムが用いられてきたが、最近は合成樹脂などの専用封乳剤にとって変わられている。血液などの細胞検楽液や微生物の場合は、 適当な密度に希釈して、スライドグラスに塗布し、必要に応じて染色など、例、義務座染色を施し、プレパラートとすることができる。白膜状の組織、教材用には、大金玉の葉や玉ねぎの薄皮がよく用いられるの、場合は、柄付き針などで、スライドグラス上に展開する。厚みがあってそのままではプレパラートにできない資料の、場合。 何らかの手段で十分に薄い標本にする必要がある。その最も簡単な方法は、資料を押しつぶすこと、押しつぶし法、または座滅法であ。細かい粒子や繊維を構成単位とするものであれば、そっと押しつぶして単位を平面に並べることで観察が可能になる。教材としてよく使われる玉ねぎの根端分裂組織の観察ではこの方法が用いられる。 組織を軟化させる手段を併用すると効果的であるため、前述の玉ねぎの例では、細胞間の結合を緩めるためにキーエン酸を用いる。固形の資料で押しつぶし法では十分な結果が得られない場合、薄く切って切片を作成する。紙ソリ等を用いて手で切る場合を特に都市切片という。これは資料にある程度の大きさと硬さがあり、 さほど薄い切片が必要ない場合に行われる。資料が小さくて指示が難しい場合には、適度な柔らかさの指示材に挟み込んでそれもろともに切る。この指示材としては、庭床の髄、ピスがよく使われる。ピスを固定して、ネジでわずかずつ送り出す器具もあり、ハンドミクロトームと呼ばれる。また、ペルチェモトコや液化炭酸ガスの気化熱などを用いて、 資料を凍結させて切る凍結ミクロトームと呼ばれる装置もある。これらの手法は勘弁ながら、その分迅速であり、処理に伴う人工物の生成も少ないなどの利点もある。より薄く精密な切片が要求される場合、あるいは資料の正常から蒸気のような手法では薄切りできない場合には、資料を固定して指示材に放埋した上で、ミクロトームを用いて薄切りする。 前述のハンドミクロトームは例外的に資料を送り出す機能のみで薄切りは手に持った紙ソリで行うが一般的には薄切り用のナイフの動作と資料送りが連動していい。回転式ミクロトーム、滑走式ミクロトームが代表的である。前者はナイフを固定して資料を動かすものでハンドルの回転をクランクで往復運動に変えて資料を上下させる。 資料の動きと連動して、資料をわずかずつ送り出すことで、一定の厚さに薄切りすることができ、パラフィン切片の作成に標準的に用いられる。後者は資料を送り出し機構に固定し、ナイフを滑走路上で動かして薄切りするもので、大型の資料にも対応できる。組織科学にはナイフを含め低温にして薄切りする、クライオトームがよく用いられる。 電子顕微鏡用の超薄切り片の作成に用いられるものはウルトラミクロトームと呼ばれる。生物資料の放米には古くよりパラフィンが用いられてきたが固定した資料を完全に脱水してからパラフィンを浸透させる必要があるためやや手間がかかる。パラフィン放米資料を回転式ミクロトームで薄切りすると パラフィンリボンと呼ばれる状態になり、連続切片が容易に作成できる。現代ではそれをもとに、コンピュータで資料を3次元画像に再構成することも、簡単に行える。パラフィン放米には、有機溶媒を用いるため、使用性物質に関わる、観察には利用できず、その場合は、凍結法やゼラチン放米、カーボワックス放米など、他の方法を用いなければならない。 その他特に大型資料や軟質資料を対象に、セロイジン放米も、滑走式ミクロトームとの組み合わせでよ用いられた。合成樹脂系の放米材は、電子顕微鏡用に開発されてきたが、最近は、LR ホワイトなどが、光角顕微鏡用にも広く用いられる。岩石の薄切り片を作成する場合は、精密切断器で大まかにスライスした後アランダムや、 カーボランダムの微粉末などを用いて研磨して仕上げる。研磨には専用の研磨機のほか資料のコードに応じて、鉄板やガラス板、メノー板などを用いる。やや特殊な例として、厚みのある資料をそのままで観察する場合には、へこみのついたスライドグラス、フォロースライドあるいはホールスライドを用いることもある。通常のスライドグラスにテープを貼ったり、 パップペンではを描いたりすることもある。スライドグラス状に塗布した寒天白草状に微生物を培養して直接研究するスライドカルチャーという技法もある。薄切りした資料は完全に脱脂性状にしたスライドグラスに卵白アルブミニやポリリジンなどを用いて貼り付け通常は染色を行う。染色には極めて様々な方法があり。 観察目的に応じて適切なものを選択する。必要な処理を行った資料は適切な封入剤によってカバーグラスの下に封じる。カバーグラスは資料と大物レンズとの間にあるため工学的に重要な要素となる。通常は厚さ 0.17mm のものを用いる。資料を屈折率の差で観察する場合、封入剤の屈折率が 問題になる場合もある。例えば、軽装の殻を観察する場合は、高屈折率のプルーラックスがよく用いられ。封入剤としては、生きた微生物や細胞を観察する場合は、水や頭頂液、干渉液を用いることもある。しかしこれらは、蒸発が早く扱いにくいため、普通は一時プレパラートでも、グリセリンや乳酸、ラクトフェノールなどを用いる。 蛍光顕微鏡で観察する場合、封入剤が蛍光を発するとバックグラウンドノイズとなるため、特に専用の無蛍光グリセリンが用いられる。永久プレパラート作成に用いる封入剤としては、前述のカナダバルサムの他にアパチーのゴムシロップや、グリセリンゼラチン、ガムクロラール系封入剤のような水溶性のものもあるが、処方によっては、標本の染色が早く損なわれる場合もあり、 真に永久保存が可能なわけではない。鈴木純一が考案した。英訳の鈴木 S ユニバーサルマイクロプリンティングメソッドからスンプポーと言われる。プラスチック、セルロイドなどに酢酸アミル、または酢酸イソアミルを数滴たらし、表面が柔らかくなったところで観察対象物を押し付け、酢酸アミルが蒸発した後に剥がす。 表皮を剥がせない刃などに用いられる。この方法を用いて、プレパラートを作成するためのプラスチックと溶剤をセットにしたものが市販されており、これをスンプセットという。簡易的にセロハンテープの糊の面を観察対象物に貼り付け、それを剥がしてスライドガラスに貼り付けて観察する方法もあり、この方法もスンプポーと言われることがある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。